くんの出しづらい近くで喋らせてもらうんですけど、いいよ。でもいや鏡越しに映そう。鏡越しに見えてますか？鏡越しにしか撮れないぐらいです。ミクルさんたちはね、新しいジム知ってんの？新しいジムって言ってたよ。いやそうそう、キャンユーはその新しいジム、ここのいろんなことをなんか言ってたよね。アマチュアの団体を作る、はいはいはい、そういうことでしょ。そうそうそう、今日はね、それのなんか、はい、こうなんかオープニングアクトオープニングアクトだからまあまあいいんじゃないみたいな感じの突発や突発出させてもらう元気さがね、緊張してるからちょっと話してで、それを見守るちゃんゆうっていう動画ですかね。動画ないけど、うちもどういう感じで見守っていいかもわからない。あそこではね、もうね、撮影してるし、みくるさんがやってる中、こっちは別に元気取るわけでもなく、ちゃんゆうの方の撮ってるっていうね。すごいね、このジム。なんかジャムジム自体そもそもそんな行ったことない。いや、でこれは特殊なジムすぎるよ。これは基準したらダメだよ。こんなジムないよ。でも、うちがちまとこのジムに感動したこと発表する。うん。ロッカーが相性番号であるんですよ。それは大体どこのジムもジム別に。何どうあ、プロタンさんもいますよ。大好きですよ、プロ。あ、そうな。見てた人でしょ、行ったの。見てた。大学生の時。すごいよね、レイナのね。やめろ、やめろ。彼氏？夫？やめろ。レイナさんはね、あのコミケの動画に出てきたりとかして。あ、そっか。そう。一応コラボしてるっちゃコラボしてるのか。見てくれてるかも。確かに。とりあえずこの登録者が100万人以上がボコボコいる中で、チャイユがこの広いジムの中でチャイユがいる場所ここっていう。端っこすぎだろ。ちょっと取れないそんな堂々とあんなに取れないから。もうビビってるやん。ちょっとビビってる。回しやめますか。回すの。はい、もうやめます。言ってるやん。爪痕を残した方がいい。いやいやいや、マジで元気も戦ってるわけやから、チャイも負けちゃいけないよね。なんでうちが戦うことになってるの。やだー。何、気持ちで負けてるから。何をしてるの。エア君もできる。プロタン取って。いやー、もう何やります。どうもそんなことになっちゃったの。僕隅っこで見てるだけだよ。本当に隅っこや。みんな回しとるからさ、やっぱめっちゃトイレ行くよ元気。しかも女子トイレ行ったら元気。やばい。元気。女子トイレ行ったけど大丈夫。やめよ。緊張しすぎやろ元気。こんにちはだけで言って。別に動画外で行く。こんにちはって言うだけ。すれ違いざまでもいい。すれ違う時あったら、じゃあ目合わせて一回。じゃあそれを今日の目標でしょ。あった、もうあった。じゃあウィンクして。じゃあウィンクしてきん。ガチでできんと。あ、本当に本当にできん。ウィンクできんかないかな。まあまあちょっと、じゃあずっと回すのもあれなんで、もう今日中なんか成果を上げてください。それちょっとお願いします。企画をプロタン変えて、今チャイユがそこの後ろ通ったら朝倉未来のチャンネルに出れるよ。チャイユ、そういうこと。今そこ撮影してるから、一瞬だけ撮ったらチャイユが100万人クラスのチャンネルに出現する可能性がある。トイレ行くだけでもいいけど。大丈夫。チャレンジ。いやトイレ。元気せず。あ、元気やった。元気やった。いけ。うん、映り込もうっていう。もう終わりました。いやでもさ、最初のあれが使うときに、今日はじゃあもういいや、プロタンにでも、あ、2個作ろう。プロタンさんに接触するのと、その何回映り込めるかっていっぱい映り込む。しかもさ、チェック大変やんか。チェックで、まあ、でもコメント欄で来るかもしれんや、うん。今日はいっぱいその YouTuber がおるから、その YouTuber のカメラに何回映り込めるかっていう。勇敢のチーム。勇敢やん。行っていいんかな。いけるやん。いけるっちゃうやん。よし、行こう。いいよ。
でも上がるからね、どうせ。ああ、一瞬あっちがぐるって回ってきちゃう。このメンツ、このメンツすごいですよ。あ、映る映る。ラウンドガールさん、一旦ちょっと引っかかりになっちゃうんだ。一回行ってみて。腰があったね。やめろ。言い過ぎだろ。ほら、石川。本当はね。本当はそうよ。今も公開処刑されてんじゃない、チャイユ。今も。うん。ちょっとやってみて、足。あ、足やってくれ。あれ、パンツ。おお、ちょっとね、パンツ見えた。やめて。あのさ、パンツ見せるのやめてくれよ、マジで。なんでそうすぐ見せんの。おーチャンネル、チャンネル登録してほしいよ。ハバナアイスデー。イエーイ。 ないじゃん。